皆さんこんばんは。金曜日の8時30分です。いかがお過ごしでしょうか。金曜日だ乾杯、30分間の放送となります。毎週金曜日8時半からの週替わりによる楽しいパーソナリティによるゆるーく楽しい番組を提供します。番組の感想エピソードをお待ちしておりますので、 FM 那覇のメールアドレスかツイキャスにてコメントください。この番組は那覇市松川にあるファスティングダイエットジムスタイリッシュ、浦添市前田にある渡嘉敷接骨院の提供でお送りいたします。さあ始まりました、金曜日は乾杯。今日でもう2、3ヶ月目ぐらいですか。そうです、目ぐらいですね。もう早いですね。入りましたね、はい、そっか、懐かしいような早いような最初がね、最初が懐かしいですね。第1回目だ。緊張しましたね、はい、まだ緊張しますまあ僕はこういやこうミキサーやりながらだとね、なかなか、そうそうそう、緊張しますよね。手と頭と人っていうあれなんですけど、普段まああんまり緊張しないんですけど、でこうちょっと緊張します。この番組はね、4人のね、はい、メインパーソナリティが集まり、うん、週替わりによる楽しい番組となってます、はい、今週 のメインパーソナリティはオギーこと荻野徹です。皆さんよろしくお願いいたします。はい、イエーイ、イエーイ、イエーイ。まあ、これから自己紹介はねしていきますけれども、僕は那覇市松川にダイエット、ファスティングダイエットのね、専門のジムをしています。パーソナルジムを経営していますね。僕の時は、健康話とかね、ファスティングとかそういう、まあ、睡眠とかね、そういう結構、まあ、広い意味でのね話をしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ大雪さんどうぞ。はい、皆さんこんばんは、お久しぶりです。お沖縄婚活サロンで婚活アドバイザーとして、活動しておりますおゆきです。今日も精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。お願いします。それでは今日はね、はい、素敵な、まあ、僕のゲストをね毎回呼ばさせてもらってるんですけれども、うん、素敵なゲストをお呼びしました、はい、翻訳家の又吉まりなさんです。自己紹介お願いします。はじめまして、又吉まりなと言います。ですね、最近ですね新しく、会社を立ち上げまして、翻訳ベースの会社になります、はい、アラカンでなのでもう本当に間近なんですけども、はい、まあ、沖縄で生まれ育ち、はいはい、沖縄とフィリピンのハーフ、うーん、だいぶ昔のハーフですね昔のハーフ、はい、うん、なので本当に70年代のロックとか、はい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 、その辺あたりをアマチュアバンド、例えば紫とかその辺を体験している年代です。はい、ありがとうございます。まあ、今日はね、はい、素敵なゲストさんなんで、これから又吉さんね、具体的なこうどんな、ね、経歴とか、どんな、結構すごく経歴が面白いんで、話してもらおうと思うんですね。まあ、質問をね最初させていただくんですけれども、うん、じゃあ又吉さん、どんな経歴で翻訳家になったんですか。もともとですね、やっぱりそのハーフっていうことで、学校自体が旧キングスクール、今でいう沖縄カトリック学園の方になるんですかね。私沖縄カトリック小、幼稚園小学校でした。あ、そうですか。そうね、前原カトリックですよね。後輩ですね後輩ですよろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、カトリックすごいですよ。学校の敷地内に教会があるんですよ、うん、あ、カトリック厳しいですか。厳しいですね。爪とか伸びてたりとかするとシスターがもうパンパンと、小さい頃はやってました。普通学校の60年代なのありだったんですよ。うーん、じゃあもうどのようにこう、まあ、翻訳、まあね、卒業して経歴っていうか ね、うん、そうですね、経歴をね、そうですね、まあ、日本の学校に行くって言っても英語の教育だったので、大学に行くっていうことになると、まあ、本土の方で言えば上智とか、はい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 、あそこの方は結局国際学部があるので、ね、そこから出なければアメリカの方で、アメリカの方に行ったんですよ、はい、留学留学です。
で留学して、まあ、あのビジネス専攻だったんですけども、はいはい、あこれ私じゃないなと思って美術部に入りました。で美術大としてそうですね学士を取って戻ってきてで仕事がないなのでそこからですね使えるものって言ったらやっぱり日本語とか英語が喋れる、はい、それでやっぱりその、まあ、ずっと教育が英語だったので英語に訳せるっていうところでそれで民間企業の方で10年ぐらいでそれから県庁の方で嘱託として2年、まあ、3年近くですね。でそこからですね軍雇用になり20年ぐらい翻訳してます。ずっとですね。今は、カトリック学園での職ではなくもうそれは卒業して、じゃあ翻訳の日本で今、うん、会社を立ち上げてやられてる、あ大木さん実はね、はい、僕のビジネススクールのね、はい、一緒に勉強して、はい、まあ、あるカレッジなんとかカレッジの、はいはいはい、一緒に学ばさせてる方なんでその縁なんです。だから今、ね、自分でこう事業、はいはい、まあ、3人とも事業家ですね。僕はもうファスティングジム、大雪さんは婚約さん、婚活さん、はい、そうなんです、どんな事業ですか。事業自体はですね、まあ、翻訳をベースにするっていう形になるので、うんうんうん、多分ですね、まあ、今までやってきたことの方が多分説明としてはいいかもしれないですけど、まあ、民間企業の方でやっていたっていうのは、例えばやっぱその建設関係の書類とか、はい、あとはそうですね、司法書みたいなのもやりましたし、飲食関係であればメニューとか、それからパンフレットで、あと何やったかな、今ちょっと思い出せないですね。翻訳って、まあまあ、あの量の多さとかにもよると思うんですけど、どれくらいのこう時間でどれくらいの量が翻訳ってできるんですか。これ人によりますね。なんですけど、まあ、あの物によります、ね、内容によって、まあ、本、まあ、そうですね、うん、私の場合あの本の翻訳とか映画の翻訳とかじゃなくて、はいはい、まあ、主にやってたのは時事ニュースとかの翻訳が一番長かったですね。それ以外のものっていったらやっぱちょっと専門的なものになってくるので、うん、専門的なものになればなるほど調べる時間がかかってくるんですよ。そうですよね、うん、内容を知らなかったりとかするので、もうものすごく調べます。そうですよね、内容概要が分かってないと翻訳もこうニュアンスが変わってきますよね。そうです。なので専門家と一緒に話したりとか、もうとにかくググる、はい、ググる、めっちゃググる、わお、そうで両方で見てそれで調べて、はいはいはい、で理解してからしか言葉に直せない部分っていうのがやっぱ出てくるので、はいはい、もうその仕事を頼まれた時点である程度把握してないと難しいですね、うん、あそうですよね。 あとは例えばあの浦添美術館の、ボイス、ボイスの翻訳とかっていうのもやったことありますね。ボイス、うん、私は喋らないんですけど、その台本みたいなのがあって、それの翻訳、外国人のお客さん用ですね、はい、そういうのもやったことあります。すごい。翻訳の、まあ、お仕事、まあ、アメリカにいたのっていうのはこの留学の時は何年？私ですね、ちょっと落ちこぼれだったので長かったんですよ。勉強できた。ポジティブ、そうそうそう。そうですね。でもね、5年以上いましたね。あと聞きたいの、美術って、うん、なんで美術専攻してどんなことを勉強したの、美術って。私ですね、多分そうですね、器用貧乏だったんでしょうね。なのでそうですね、あの、まあ、あの当時付き合ってた方っていうのは建築関係の学生だったんですよ。それでその人が持ってた粘土をこういう風に遊んでて、で初めて竜を作ったんですよ。竜、この、ね、粘土で、うん、で自分で、あできるとかと思って、それでそのままその道に、まあ、美術部の方に行って彫刻の方に入って、いろんなまあ材料を使ってやってたんですよ。でそこにいる間に展示会3回やって、で1個折って、で帰ってきてから置き店、はいはいはい、ここでも通じるかなと思って、うん、90年代に1回あの展示してもらったんです。展示っていうか入選ですね。入選、でも入選、置き手に出すっていうことはもう相当上手ですよ。もうね、プロ級の腕前だと思います。本当すごい。そうですね、楽しかったですね。で今またそれちょっとやりたいなっていうのがあるんですよ、はいはい、ですけどやっぱりちょっと
あのなんていうんですか、それをやるには、うん、やはりちょっと、まあ、時間も必要ですし、ある程度の蓄えがないとできないので、うん、そうですね、うん、それでもやっぱり今まで自分がやってきた仕事っていうのを、はいはいはい、まあ、ベースに、うん、徐々に他のこともやっていきたいなっていうのがあって、うん、彫刻はじゃあ趣味とかでやっていきたい、ね、そうですね、うん、で彫刻って言っても今度はちょっと ミニチュアみたいな、いろいろちょっとね考えてるものがあって、うん、彫刻のこのなんていうの元になるものってまずそもそもどこに売ってんだろうって思ってて、あれなんかね、し どうやって仕入れるんですか、あの石ですか、石は売ってますよ、売ってます、うん、でも本当にあのやったことありますね、あ、そうだ、そうですね、2つ3つぐらい、起きてる時は石でした、あー、うん、すごい、なんかね空間把握能力とかないとこう、ね、こう横から見た感じとかね、もうなんかバラバラになりそう、私がやったらバラバラになるな、大丈夫ピカソみたいになりそう、ピカソいいじゃないですか、鼻がここにあるとか、あ、いいですよ、ここいいですよ、いいんですか、デザインセンスが、まあ、できそう、いやだからマテイさんあれですかね、こう趣味でクラフト、クラフトとか工芸っていうところがあって、それもこの彫刻をされてたから、まあ、そういうところにはあの、ね、手作り感が出てくるっていう感じかな、そうですね、なのでアクセサリーとかも作ったりとかするので、これはですね徐々にインスタかなんかに載せていこうかなと思っています、あ、いい、ね、後でフォローしよう、じゃあ一台はジングル上げしましょうね、はい、はい、はい、今日のゲストは又吉まりなさんです。今はね、あの又吉さんの経歴とかね、うん、そういう趣味とかね、話してもらいました、はい、まあね、海外留学を経てね、翻訳家になったり美術を専攻したりとかしてて、うん、経歴が ね、なんか華やかですよ ね、本当に素敵なですね、うん、これからね、後半に行きますけれども、じゃあまず大雪さん、はい、なんか質問がありますか、その前にあれなんですよ、オモナさんからも質問が来てましてね、うん、あれですね、私たちは事前にこうプロフィールとかをちょっと読ませていただいたんですけども、うん、いいね、好きなものの中に光る石っていうのがあって、そうですね、そうそう、それがね、ちょっとオモナさんはんって思って、私もちょっとなんだろうって思ったんですよね、そう、好きなことの中にある光る石が気になります、宝石かなと思ったのですが、それなら宝石って書くと思ったので、どういうところで見つけるのかなと思いました、ね、すごいいい質問ですよ、ね、光る石がすごい気になります、女子はね特に、そうそう、そうで、アクセサリー作るんだけども、アクセサリーで作っているエレメントっていうのがスワロスキーエレメントっていうのがあって、結構光るじゃないですか、でもあれってガラスですよね、うん、ガラスガラス、うん、なので石って言ったらやっぱそのパワーストーン系、でこれも好きなの でそれでアクセサリーを作っていきたいっていうので、いくつか作ってはあるんですよ、これもインスタに載せます、パワーストーンだったら、まあまあこの石によって意味があって、そうですね、うん、そのセミプレシャスストーンとかっていう感じのものですね、かっこいい、かっこいい、かっこいい、パワーストーンの中ではやっぱりルビーとかありますし、アクアマリンとかスモーキットパーズとか、そういう感じのものでカットが綺麗なものとかっていうのもやっぱり好きなので、芸術系なんですね、そうですね、右脳派ってことですね、その翻訳もそうですね、こうするのもね、まあ、左右使うでしょうけど、なんか表現者っていうかね、表現するのがすごいお上手なんだと思います、で作るの、美術っていうね、もともと言葉が苦手だったんですよでも翻訳家じゃないですか、そうなんですよめちゃくちゃ言葉をなので結構鍛えましたね、ちょっと最初こうやっぱりうまく喋れないっていう、喋るのは今でも苦手ですよ、本当に、そうですか、書く方が得意なんですよ、新刊トークには日本ですかね、そうですか会うたびに会うたびにグーっていう、そのもうお勉強会のこれですね、うおーっつって、うおーっつって、不思議とパワーが、ね、出てくるの、エネルギーの塊なんですか、お塩さんと組むと、うん、お塩さんというあのカレッジのこう同年代の組むと、うん、同い年うわーですよ、もうオーラでどこで切ってビジネスの話をするかっていうそうそうそう、もう帰りたがってるの、帰りたがってるんだけども、うん、もう勝手にもうこっちの方で盛り上がっちゃう、ビジ
ビジネスの勉強会じゃなんですけど、違うことにグーッと方向性が飛んでっちゃう。戻す変える、くじに変える。戻す方もパワーいりますね。それね、両方パワーないと持たないんですよね。まあ冗談ですけど、うん、一応見てるんですよ。こうやってカバンの中に突っ込んでって、ね、あ、そうなんですか。そーっと行きそうな感じの雰囲気とか。そう、妻が待ってるんですよ。タイミングね、妻がね、タイミングが大事。ある程度時間に帰らないと、うん、あ、でもね、僕帰っても大丈夫なんですよ、相手にね。はい、うん、すみません。いい僕たちの身内の話。身内の奥さんどうぞ。なんかいや、私はね、ちょっと気になったのは、あの、マスク、これも好きなものなんですけど、好きなものの中にこう料理っていうのがあって、私もこう週一でカフェをしているので、はい、タコライスを作ってるんですけど、はい、なんか普段どういったものとかをお作りになるんですか？何でもですね、中華系のものとか、はいはい、和食、洋食、うん、大体ですね、餃子だったら皮から、うん、とか、あとは何かな、カレーもスパイスから作るタイプで、そう、カレーはね、はい、何でもいいの。何でもいいの。あれはね、具材に何でも入れて、だからドライカレーになったりとか、今日オクラ入れようとか、あるもん入れたりとか、それが美味しいですよね、うん、でピザもそんな感じ、ピザは皮から作らないですね。餃子は作るけど、ピザも皮から作る。え、本当に、すごい、これはすごい。そう、それでね、とにかく何でもいいから作って、まあ硬かったり柔らかかったりとかするんですけどね。でもそれに残り物こうやってボンって乗っけたりとかして、上にチーズ乗っけたりとかして、まあ大体トマトソースをがあれば、とにかやっぱ芸術作るのね。そうですね。マタウスさん、ご家族の構成は、旦那さんの話今度もいこうと思ってたんですけど、どんな構成、あ、ご家族ね。うちはね、あのね、子供がいないので、主人と二人なんですね、はい、うん、面白い旦那さんですもんね、うん、面白い、面白い旦那さん。そうなんですか。面白いですよ。面白いエピソードありますか？そうですね、旦那さん、まあんまりね、最初面白くないんですけど。どこから最初なんですか？最近の話でって言ったら、2年前に脳出血起こして、でも運良かった。私がね、ちょうど帰ってきた時に、あのマンションの入り口からこうやって出てくる時に鉢合わせになって、でこうやって喋ってる時に車を叩いて、あの駐車場に入れてたらいいよって言おうとしてるのは分かるの。でも車を叩いてカニカニっていうの、はい、え、言葉もうおかしいなと思って、これは、はいはい、でうちの人ちょっと頑固なところがあるので、うん、すぐには病院行かないだろうなと思ったから、はい、血圧測ろうって、はいはいはい、で血圧測りに一旦戻りながら、測ってもらってる間に元に電話して、あそこの病院緊急行くよねっていうのを確認して、で測ったら200超え、あこれもうやばいっつって、行くよっつって、そのまま歩けるって確認して、喋れる確認して、うん、そのまま連れてって、はいはいはい、緊急入院。でも全然大丈夫。あの、後遺症なかったですか？後遺症は人体的な、まあ、体としてはないんだけど、失語症、うん、完全にですか？うん、いい方だと思いますよ。この2年3年近くでものすごく良くなったの、うん、あ、よかった。リハビリね、リハビリも行ってますし、でもやっぱりちょっとおかしくって、昨日とかも、うん、トックトックって言うんですよ。トックトック、うん、で、なんだろう、あ、違うな、ティックティックって言う。で、ティックタックって言って、あ、TikTok の話ね。今流行りの、ね、TikTok。 それが言いたかった。でも聞くときと言うときとか違うっていうことを言ってて、はい、本人の中では分かってるけ ど言葉にできない。そう、うんうん、でも別にいいんですよ、うんうん、私がめっちゃそれで受けたもんだから、うちの人笑ってて、うん、で、いいですね、それね、うちの人は私が笑ってれば嬉しいんですよ、うん、同じ年ですか？一つですね、日本の、ね、うちなんちょ生粋の、うん、私がキングスクールで、彼は加賀須中、加賀須中、そうですね、宜野湾出身でしょうね、そうするとちょっとライバル関係にあるとかっていうのは昔は言ってましたけどね。そうなの、うん、地元ネタですね。地元ネタです。キングスクールと加賀寿司はあのライバルですか？ライバルだった時期があるんじゃないかなと。何のライバル？いや、ちょっとね、やんちゃな。やんちゃな、もうヤンキーとかね、そっち側だったと思いますけどね。なかなかこれも地元ネタで、40年以上も前の話で。え、お知り合いになったのは？これがですね、私の先輩の紹介で。いつ頃ですか？いや、もう若い頃ですか？20代後半ぐらいですね。で、20代後半の時にその先輩がどうも私の気を引こうと思って、はい、連れてきた友達の
彼と私が付き合うようになって、それから何年かは、いいね、何年か後までは僕が結婚するはずだったのにっていうふうに言ってました。その先輩は言ってましたね。アメリカとか行かれてた時はまた出会って、出会ってないですね。帰ってきてから、帰ってきてから、じゃあもう日本に、日本に戻って、うん、沖縄に帰ってきて、彼も大阪に10年いて、そこから帰ってきて、それがあったんです。ああ、そうか、うん、そうか、そうか、なんか遠距離どうしてたんかなって思ったけど、うん、じゃあもう、そうなんですよ、帰ってきてからってことですね、うんうんうん、でも彼の母知ってたんです。あ、もともと、うん、やっぱり地元ですね。あ、そうですね、住んでいるところが歩いて10分私の、じゃあもう幼馴染、そうなんですよ、まあまあ会ってなかったですよね、会ってなかったけど、私の友達の幼馴染、本当に身近にいるもんですよ。狭いからね、沖縄。地元で結婚した感じですね。そうですね、いいなぁ。あれ、結婚はそろそろ、おゆきさんは、おゆきさんはもうちょっと先かな。おゆきさんは、おゆきさんは今ね、振りで今びっくりしました。おゆきさんはちょっと今ね、そう、あのお仕事を優先でしますもうお仕事がね、婚約さん、そうそうそう、まあでもちゃんとあのパートナーもね、はい、いらっしゃる、はい、ね、そうなんですよ。そうですね、あの、マタヨシさん、まあ、今ね、このいつから開業しました。今月です。あ、今月からだったんですか。そうなんですよ。あ、今月から、はい、学校に入ったのはな、学校一緒でしょ、同期でしたっけ。同期ですね。あ、そうか。どうですか、あの、その進み具合としては。進み具合としては、仕事というかビジネスね、まあ、ビジネス的にはですね、遅いって言われてますね、動きが。どういう方ターゲットでこうね、私の場合は、まあ、仕事ね、多分ですね、会社同士っていうような形が多くなってくるのかなって、あとはもしかしたら、そうですね、単発的なもので、まあ翻訳短めのもの、パンフレット系のものとか、そういう形で。又吉さんにこう、まあ、オファー来て、まあ、どういう方がターゲットで、まあ、どういう依頼だったのが一番いいとか、まあ、受けますよとかね、仕事的なものをこう最後言ってみてもね、全然ね。まずですね、数をこなせるかどうかっていうのがあるので、まだ一人で始めるの で、はいはいはい、でこれからですね、やりながら、まあ、人も育てていきたいなっていうのがあって。あ、人育てる、そういうのありますね。やはりちょっとこの業界人が少ないので、あ、仕事はあるんですよ、意外と、ね、意外とあるんですよ。あ、あのコロナだったじゃないですか、はいはい、そういうものも特に関係なく左右されない、左右される部分もあるんですけど、はい、でもなんて言うんですか、あの、あの、まあ、契約とかそういう感じになってきたりとかすると、やっぱり出てきますね、仕事とか。で、実際今そういうお話っていうのもいただいてますし、11月から多分プロジェクトみたいな感じで、まあ、いろんなものをこういうふうに組んでやるっていうのはあります。なので、すいません、ペース的にはそうですね、ゆっくりですね。でもそれ以外にですね、あの、まあ、コンテンツ作りみたいな感じのものをやろうと思っているので、例えばその英会話、それもニーズに合わせたもの、特に接客業関係のはちょっと気になるので、その辺のね、もう本当に実際使えるような英語、実用的なこと、実践英語、実践英語ですね、習いたい。じゃあもう翻訳も全般とか、まあ、あの、いろんなメニューだとか、実践英語とか英会話とか、そうですね、まあ、英語のカテゴリー、ね、そうですね、まあ、仕事の量はあのあれとして、あの、受け入れるか受け入れるかね、またですけど、はい、基本的に何でもこうオールマイティーこなす部分ですかね、はい、そうですね。そろそろね、あの時間だね、最後、早いな、はい、早いです、はい、あの結構ね、20分ちょっと、まあ、30分が早いんですけど、30分だというですね、はい、またさ、一言で、はいはい、あの自分もあのアピールしてください。そうですね、この年本当にアラカンなんですよ。だから退職するのと同時に、私は会社を少しずつ進めていくっていう、この会社自体もですね、10年ぐらいやれたらいいかなっていうような気持ちでやるんですけど、70ぐらいまでになったら、多分それまでしか自分は本当にパワフルにできないなっていうのはあるので、しかし自分が持ってるスキルっていうのを、やはり周りにね、若い人たちに受け継いでもらえたらと。コツはいろいろあるので、できないことはない仕事だと思うので、
なんかすごいねパワーのあるお方だからもう、ね、若い子とかもお話ししたらパワーもらえるんじゃないか、もう行動しようって思えるんじゃないかなって思います。若い人からもらってますよ私本当ですか、ね、若作りみたいな、はい、ありがとうございました大事大事、そろそろね時間となりました。この番組はね村橋松川にあるファスティングダイエットジムスタイリッシュと浦添市前田の渡嘉敷接骨院の提供でお送りしました。番組の感想エピソードは FM 那覇のメールアドレス780@fmnaha.jp です。ラジオ、の周波数は 78.MHz、 インターネットはリスリングラジオのアプリ等で配信してまた聞いてください。本日のゲスト、素敵なゲストは翻訳家の又吉まりなさんでした。どうもありがとうございました。皆さん拍手、楽しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんまた来週です。毎週聞いてくださいね。よろしく、よろしくお願いします。